結果発表します。コロナでした。コロナでした。はい、エイジパレードです。ちょっと皆さんからね、直接 LINE やメッセージでね、結局何だったんですかってよく聞かれまくってるんでね、こちらで答えますけど、完全にねコロナウイルスの感染症でございました。映ってました。26日ごろ発症ということで、ちょっとね顔面が近いので申し訳ないです。病院内ですんなに声出せないんで、頭痛と下痢、脳にも来てるんですよね。ぼーっとしてるのと、肺の痛さと、咳込むのであばらとか痛くなりますね。で、体重の減少、食欲不振、ちょっともろもろ他にあるんですけど、今入院しておりますんで、頑張って完治に向けて、まあ本当にじっとするしかないですよねこれはね。あとね、この病院保健所の方から、まあ、電話がかかってきて、症状をいろいろ話したら、まあ、ちょっとひどくなってんじゃないかということで、勧められて入ったので、まあ、入院費はかからないと。国が全部持ってくれるということで、助かりました、ほんと。家にいたらもっと、なんかね、安心感が違いますね。やっぱ病院にいるのと。それもあって、まあ、楽にはなってきてるような感じですね。まあ、常にね、こういうこの音、ピンポンピンポンっていうので、呼び出しの音がずっと鳴ってる状態ですけど、そんな症状がひどい人が入る場所じゃなさそうです。今後退院後、まあ、退院できたらですけどね、退院後の一番僕が心配してる症状が脱毛があるらしいんで、嫌だな。脱毛する前に全剃りしようかな。もう大門与作みたいに全剃りしようかな。あとやっぱりそうですね、まあだから症状はそんな感じですね。でめちゃくちゃイケメンの先生、竹内涼真みたいなめちゃくちゃイケメンの先生がいて、一瞬ほんと BL の世界に入ったのかと思った。あ、まあ、こっちは違いますけど、こっちはゴリラみたいなやつ。こんなイケメンで病院の先生で高身長でセクシー、ちょっと肌着ててセクシーみたいな感じの、これは入院した人びっくりするんじゃないのって思う。順天堂大学病院、ぜひ入院
入院してください。皆さんね、女子は。ではね、今ちょっと患者数が少ないから近場でもね、行けるような状態になってるらしくて、昔だったらもう遠いとこまで運ばれてたと、運転手の方に言われましたね。救急車みたいな人がいまして、その人に家から病院まで連れて行ってもらいました。その間一緒にね、女の子も乗ってましたけど、まあコロナの状態でしたね。その人もね、大変そうでした。本当にみんな荷物いっぱい持ってきてましたけど、私も別にもう荷物そんないらないやと思って、3つぐらいとシャツ3つぐらいしか持ってきてないです。もう寝て過ごすしかないですね。結果はね、もうコロナでした。